おはようございます。久々の平凡な一日ということでですね、もう2ヶ月ぶりぐらいの平凡な一日なので、どうやって撮ったかちょっと覚えてませんが、久々にやっていきたいなと思います。僕は皆さんが何を楽しんでいただいているのか全然わからないんですけど、楽しい楽しいって言ってもらえるんで、久々に撮ろうかなと思って、今から撮っていきます。時刻がですね、9時50分でそろそろもうベッドに行こうと思ってるんですが、見てもらったら分かる通り、もう髪の毛がモサモサになって、これパーマで乾かしただけだったらこんな感じになってるので、結構パーマ当ててから寝癖がワンランク進化してる感じなんで、また明日の朝寝癖がどうなってるか楽しみですが、ガヤガヤ言ったらとりあえず寝ていきたいなと思います。ではまた明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。それでは久々に踏み出しています。以上、久々のゴミ出しでした。で、今からはですね、今が9時14分なので、今から、外に行くんですが、実はもう以前の平凡な1日出してから2ヶ月ぐらい空いてるんですけど、その間に結構いろいろ変わっててですね、朝オフィス行くっていう習慣はなくなってですね、朝はまた違う場所に行くようになってて、なんかオフィスがなんでか知らんけど行かんようになって、でとある違う場所に行ってるんですけど、そこに昼まで行って、で昼飯食ってっていう感じの流れかなと思いますので、はい、でちなみにもう寒いのでアイスも食べてないので、3時のおやつはまた別のものを食べてるので、それも後で紹介したいなと思いますという感じなので、今からとある場所に行きます。それでは帰ってきました。ただいまが11時40分なので、今からサクッとセカンドチャンネル撮って昼ご飯食べて、昼ちょっとしてからジム行って、夕方ちょっとだけ編集して、1日終了っていう感じにしたいなと思いますので、セカンドチャンネル撮ります。さて、今日は何の話をする日か忘れましたが、何の質問が来てたかな。そやこのロングスリーブホットクルーの話と、服選びで色を迷った時どうしてますかっていう質問あるんで、この2つを答えていって何の日か言っていきたいなと思います。今日は何日や。はい、それではセカンドチャンネル無事終わりました。12時のチャイムもぴったりになったので、今から昼休憩をしたいなと思います。で、さっき気づいたんですが、3時のおやつのはずのアイテムがちょうどもうなくなってたので、後で買いに行かなきゃいけないので、後で買いに行きたいなと思います。ちなみに3時のおやつはこれです。
じゃーん、ブラックサンダー。僕はいつもこれ2袋まとめて薬局で買うんですけど、だいたい1週間も持たへんっていう感じで、まあ、1週間後にはもうなくなってて、まあ、これも今もなくなってて空っぽになって、まあ、これを後で買いに行きたいなと思います。はい、それではですね、今から、近くの薬局にブラックサンダーを買いに行って、で、コーヒー、セブン入りにコーヒーを買いに行きたいなと思います。ちなみにセブン入りはですね、最寄りのセブン入りは3軒あるので、いつも適当にはしごしていきます。ではですね、あれから、時間が経って、今が5時55分なので、6時のサウナがもう間に合わないので、ちょっと真剣に編集しすぎたせいで、サウナ間に合わなかったんで、ちょっと今日はショックですね。まあ、今から筋トレして、サウナ入る頃には多分7時ぐらいになるので、面白いおっちゃんらは多分いけないと思うので、妻の愚痴を言ったり、息子の愚痴を言ったり、お互いけなし合ったりしてる話聞きたいなと思ったんですが、また次回聞きに行きます。いや、到着しましたが、外がもう真っ暗。まあ今6時なんで、今からジム行って風呂入って家帰ったら、8時前ぐらいには多分帰れると思うので、まあそんな感じで頑張ってきます。ちょっと午前中、ゆっくりしすぎました。では、筋トレしていきます。いや、無事帰ってきました。ただいまが9時52分もう8時なので、結局2時間ぐらい行ってたんですが、面白いおっちゃんとかはもう全然行ってなかったんで、顔見知りの人は何人かいてるので、一応その人らと挨拶して筋トレしてサウナやって帰ってきて、でもう嫁が家におるみたいなんで帰りたいなと思います。ということで、今日はですね、久々の平凡な一日ということで、いかがだったでしょうか。僕は相棒の時計をずっと忘れててですね、これ全然使ってなかったんですけど、久々やったからどうやってやってたかなと思って、全然思い出せないまま終わってしまいましたが、まあ久々の平凡な一日はまあこんな感じでした。ではですね、この辺で終わりたいなと思います。見てもらってありがとうございました。